どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではペーパーマリオ折り紙キング続きをプレイしていきましょう。さて、前回のセーブポイントですね。前回のあらすじはというと、折り紙祭りというものがピーチ城付近で行われるというので、その招待状に従って遊びに行ったところ、まあピーチ姫が誰だっけ、オリーか、オリー王に騙されてなのか何なのかわかんないけど、まあペラペラじゃなくて折り紙になっていたというわけですね。でこれどうしないといけないんだっけ、これ、あ、これか。 OK。 でまあね、ペーパーマリオもね、折り紙にならないと言われたところですけれども、まあそれを断っていたら、まあ騙し、若干のそのさ、ホラーテイストやめようぜ。おひげが生えてるね。そうですね。あ、ここも、はい。よいしょ。デクじいさん。ああ、これは当たったらダメなんですね。もう一回、はい。OK。あのトゲは当たっちゃダメ。はい。よいしょ。よいしょ。OK。いいね、いいね。いいね。OK、OK、OK。物騒な、これは叩いても意味がないと。はい、おっと、 OK、 悪いやつかもしれない。うわっ、うわっ、めっちゃ見られてますよ。他に修復できる場所ある？よいしょ。 OK。お、なんだあれ、え、これどうすればいいの。あ、あー、うん、なるほど。ジャンプして進めるかな。 OK。 これ何、あ、引っ張る、はい。コインが落ちてくる、はい。ハンマーで叩けばいいかな。ああ、なるほど、神経衰弱ね。なんだって今100か。 OK。 なるほど、なんだこれは。はいはいはい。ああ、今のはあれか、紙吹雪か。はい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 。これキノコ、はい。毒キノコじゃね、これ。干からびたキノコ。あ、水で戻してあげましょう。なるほどね。干し椎茸的な。OK。あ、なんだ。あー、なるほどね、なるほどね。そういうことか、そういうことか。了解了解。え、いけなくね、いけなくね。多分こういうことだよね。こういうことだよね。なんだこれ、ピーチ城、はい、お宝フィギュアナンバーワン。OK です。お宝フィギュア、何それ、ちょっと可愛いですわ。他にもいろんなものがあるかも、全部集めたくなっちゃいますわね。コンプリート要素か。眩しいね。そしてスーパー要素はなくなった。はい。なに、なになになに、なんか、右上に出たよ。はい。よいしょ。ん？え、なんだこの、これは。それを引けと。はいはいはい。まあ引きましょうか。はい。ん？干からびた花が湖に落ちたか。おお。なるほど。あそこにアイテムを落とす。バーバーびっくりした。あそこにアイテムを落とすと、水で戻せるんですね、きっとね。おお、すごいね。よいしょ。干からびたファイヤーフラワー、しおれたか、はい。なるほどね。これで水をあげないといけない要素が多いのか。これは？よいしょ。カエルが鳴いただけ。もう一回？よいし
え、ラジカセ？え、元気になった。あ、もう一回。あれはなんだ？キャサリン。おお、キャサリンも元気になって帰ってくると。あ、落ちた。あ、道になった。なんだかいろいろと不思議なところですわね。そうだね。OK。こうやって穴ぼこのところも、まあ一応ね。あ、ちょっと待って。この木の中に何か入ってそう。OK。さて、この森に誰がいるのか全く見当もつきませんが。一応、ああいう穴が開いてるところとかも、あ、あ、ここも開いてるね。OK。よし。このコインが結局何に使うのかはまだ分からんけどな。1、2、3、足りないね。あ、なんか落ちてきた。うら、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 よし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 、まあ、こんなもんか。まだ足りん。 OK。 あー、いいね。はい、で、よいしょ。おーおーおー、コインめっちゃもらうな。紙吹雪結構ちゃんと集めておかないと後々。あら、切れるんかい。あ、なんだこれ。え、なにこれ。あー、なるほど、そういうこと。はい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 、なるほどね。 OKOKOK。 よし、じゃあコンパート初の神の手いきましょうか。掴んで引っ張る効果、おっしゃい。お、なんだ。え、なにこれ。干からびた種。ああ、なるほど、黄色の実から出てきた種。実なのかあれ。水分不足で干からびている。よし、 OK。 じゃあこのエリアはもう大丈夫じゃないか。じゃあ奥に進んでみましょうか。ん、なんだこれ。はいはいはい、うわ、めっちゃ落ちてくる、めっちゃ落ちてくる。うわ、すごい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 。よし、じゃあ上がってみよっか。ん、違う、そうじゃないのか。あれ、あ、こっち側か。あん、あの切り株、え、迷いの切り株じゃん。え、こっち、なんかあるかな。え、なんかこっち道ありそうだけどね。まあ一応もう一回。はい、さっきと同じ場所に戻ってきてるっぽいよね。じゃあ逆に行ってみよっか。あ、マリさん、さっきから同じとこぐるぐる回ってません？あ、これフラグ回収しないといけないのか。私の頭もぐるぐる してきちゃった。あそこの切り株で一休みしません？わかりました。フラグ回収しないと先に進まなかったのか。寝とるあんたたち。え、デクジーナ頭の上に腰掛けるなんてダメよ、あんたたち。木の精霊とかがいるのかなと思ったら木そのものだったわ。デクジーはこの山の長老よ、とっても偉い木なの。それがキノピアたちに自慢の体を切られて、こんな惨めな切り株に。あー、切り株たちに切られたの。そうじゃ、わしをこんな姿にしたペラペラどもは大嫌いじゃ。ご、あー、もう喋るのもしんどいわい。わー、すごい。デキジーは切られたショックですっかり落ち込んで枯れ木みたいになっちゃったの。だからキノピオと同じペラペラみんな大嫌いよ。この山から出るためにはデクジーのお許しがいるの。嫌われたあんたたちはかわいそうだけど、一生ここで迷子のままね。一生、そんなの困ります。
で、デクジーさん、私たち悪いペラペラじゃありませんわ。そもそも私はペラペラじゃなくて折り紙ですし。なんじゃと、折り紙の小娘は。それならこの場所を元気いっぱいのギンギンにさせてみせ。え、元気いっぱいのギンギン。それができたらお前たちをこの山から出してやってもいいぞ。できるかどうかわからないけど、元気がないのはお気の毒ですわ。私たちも早くここから出たいし頑張ってみようかな。やってくれるの、折り紙ちゃん。オッケー、それなら心の迷いの呪いを消してあげるわね。ギンギンに刺せればいいの。あ、ほんとだ。あ、すごい。さあ、これで山の奥の方まで行けるようになったわよ。そういえば、この山のどこかに命の種っていうすごい種があるらしいの。ああ、さっき多分見つけたやつかな。命の種があればきっとデクジェも元気ギンギンよ。それじゃあ頑張ってね。でも水が必要だよね。水汲んでこないと。あ、オッケーオッケーオッケー。先に進めるようになりましたね。ペラペラが来たそうだ。あ、オッケーオッケーオッケー。セーブポイントね。セーブしまーす。する。オッケー。よし。割とこの、なんだろう、穴ぼこだらけですよね。よしよしよし。わあ、ウェーブバトル、はい、久々だね。そういえばバトルゲームだというのをすっかり忘れてたわ。マリオさん、久しぶりのバトルでしたね。俺もそう思った。久しぶりすぎて私ちょっと忘れてちゃったかも。おさらいさせてください。はいはいはい、敵を並べますね。まず折り紙編を成立させるんでしたっけ。そう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 。あ、この形は一列に揃えられそう。はい、揃えますよ。はい、決定。はい、決定、OK。で、マリオブーツでね、攻撃します。ほい、タイミングよくな。いくよ。はい。アクションコマンド、あー、これね。はい。ジャンプで踏みつけるときタイミングよく A ボタンを押すとダメージが増えてさらにお得。試しにやってみてよと。はい。あ、タイミング A ボタンで出るんだ。それはいいね。はい。ファイ。OK です。ありがとうございました。ペーパーマリオシリーズ自体別に初めてっていうわけじゃないから、まあなんとなくわかる。さらにアクションコマンドでもっとすごくなるなんて腕の見せどころですわね。ラストウェーブ。はい。これはハンマーだね。ああ、ずれやがる。一応ずれるんだな。覚えてるよ、大丈夫よ。はい。OK。もはや成立のプロ。で、ハンマーな。で、A ボタンでアクションコマンドな。振りかぶって、そうそうそう、一番タメがでかい時に。ただね、溜めすぎるとハンマーが後ろでゴテって落ちちゃってダメージ全然与えられなくなっちゃうから、ハンマーの攻撃だけはマジで気をつけないといけない。 OK、 まあこんなもんよ。アクションコマンドなんですけど、マリオさんが攻撃された時もタイミングよく A を押すとガードできるらしいですわ。そうだね、それでダメージを抑えることできるね。そういうわけでマリオさん、整列とアクションコマンド何卒よろしくお願いします。素晴らしいね。ありがとうございます。おお、キノコとかも手に入った。紙っぺらもいっぱい出てきたね。まあ敵は見つけたらどんどん倒しましょうということかな。こんな山奥にまで折り紙兵がいるなんて、何か悪さをしに来てるのかも。嫌な感じですわ。オッケー、まあコインとキノコももらって、はい、でよいしょ。1回2回もう1回かな。オッケー、よしよしよし。このお金がマジで何に使われるのかが全然、あぶー、見つかってしまった。行きましょう。はい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 、敵を並べろ。え、なになに、今回折り紙の並べが結構バラバラじゃない。そうだね、もしかしたら1回のリング操作じゃ揃えられないかも。うわ、こんなのずるいです。まさかこのバトルでゲームオーバー。そういうことはないとは思うけど、リング操作2回できるじゃん。あ、マリオさん、あれ見て、リング操作2回ですって。つまりあれってリング操作が2回できるってことだったりして、そのまんまやね。操作回数の多いバトルもあるんですよね。勉強になりますわ。まあ、2回できるんだったら余裕でしょ。いきますよ。はい。1回。
おっと危ねえ、はい、でマリオのブーツね、いきまーす。はい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 、 OK でーす。で、あ、これで終わりか。一回だけの時もあるんだね。話す。あの俺が僕の頭の中に隠れてずっと待ち伏せしてたんだよ。助けてくれてありがとう。俺にこれあげるよ。あ、ああああああ。話しかけるとこうやってアイテムがくれる場合もあるのね。なるほど。折り紙を倒せばきっと紙っぺらが出るよ。紙っぺらを、あ、何？泉レースはどこかのゆるゆるしたものをこの中に落ちるのを見た気がします。そうだね。ごめん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 。違う、X ボタンと ZR 間違えてるわ。もう一回。OK。落ちていい。バブー！バブーってなんだよ。バブーって。うわ。敵を並べるのいいけどさ。はい。ま。折り紙兵の数がやたら多くありません？そうだね。しょうがないね。こんなにいたら、一回の攻撃も、一回の攻撃じゃ間に合わないかも。こんなのずれるさ。まさかここでゲームオーバー。アクションが、二つあるよ。アクションのところ。あれってもしかしてアクションが二回できるってことだったりして。そうやってほしいです。まずは一回目攻撃をしてみましょう。まあ、マリオに一番近い敵が3体いるから、その数を減らしたいから、まずはハンマーじゃないかな。え、ちょっと待って。こうだね。はい、オッケー。いきまーす。あ、間違えた。間違えたけど倒せたね。やっぱりあと一回アクションできるみたいですよ。よかったねー。じゃあ、マリオのブーツで。いきます。よく見て。一回、二回、三回、四回、オッケー。まあ、リズムは一定だからね。オッケー。アクションの回数分整列成功していれば全体の敵に攻撃できますわ。残りの回数をチェックしてアクションを選ぶといいですわね。 OK でーす。ありがとうございます。ほら、紙ペラ欲しい。紙ペラが欲しい。よし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 。他に、あー、いっぱいあるじゃん。よし、そら、お、修理できた。はい。ここの泉は不思議な力があるんだ。シワシワとかカラカラがこうピーンと戻るというか。なるほどね。お宝が欲しい。おう、キノコ。お宝フィギュアナンバー2。ありがとうございます。ナンバリングされてんのありがたいな。見逃してるかどうかがすぐわかるわ。OK。調べます。さっき遠くに見ていた泉じゃないかしら。近くで見るとなんだかちょっと癒される感じがしません？そうかい？この泉に何か入れてみます？まず、キノコ。おー、みずみずしいキノコになったね。キノコ。はい、次。ファイヤーフラワー。こんなしおれたファイヤーフラワー、俺初めて見たわ。あ、元気。はい。ファイヤーフラワー、敵、ん？ファイヤーボールを1列分の敵に投げつける。なるほどね。消費アイテムかな。よし、じゃあ、はい、干からびた種入れてみましょう。これをさっきのおじいちゃんのところに持っていけばいいんだな。あ、ふっくらしたね。命の種、はい。泉のパワーで元気になった種、デクじいさんに食べさせてあげよう。食べさせればいいのね。え、何？そういえばさっき、なんだ。あ、デクじいさんのお叫びか。まあ、どうかなっちゃったんでしょうね。うん。行きましょう。急いで行きましょう。移動が長い。わー！奥になんかいるよ。花ちゃんみたいなのいない？あれ。あ、あ、あ。食べられてる。しくしく見て、このデクじいさんの変わり果てた姿。しくしく見たくない、こんなスカスカになった姿。見たこともない恐ろしい奴らが寄ってたかってデクじいさんを。
デクジーさん、デクジーさんの骨がこんなに細かったなんてよっぽど弱っていたのね。そうじゃないだろう。スカスカアナと似ていません？そうね、紙っぺらでなんとかいけると思う。行くぞ、紙っぺらで、大量にある紙っぺらで、うらっうらっ、おっしゃ、ギリギリ。なんじゃ、誰かに襲われたような気がしたが、気のせいか。年のせいか忘れっぽくていかんの。よかったね、スカスカになったデクジーさんが元の姿に戻ったわ。見てみて、頑固な眉毛も偏屈なヒゲも全て元通り。お前本当にデクジーさんのこと尊敬してるか？本当によかった。だってデクジーさんはみんなの大切な長老だもの。スカスカは治ったけど、デクジーさんはまだ元気がないみたい。命の種を食べさせてあげましょう。命の種、あ、なかった。話せばいいのかな。そう、命の種、あげる。お食べ。あ、ギンギンになる？熱くなってきよった。めっちゃ踊っとるやん。字幕ついとる。元気。すごい大きい。ギンギンだね。立派です。元気になったぜ。というか、元気を取り越して若返っちまったぜ。これも命の種のおかげだ。ありがとうな。ペラペラのいいやつに折り紙がある。はい。そうそう、この森を出たいんだったな。おい、お前たち、道を開けろ。だいぶ折り重なっていましたね。まあよかったよ。よし、じゃあ行きましょうか。先にもうギンギンにお元気。ちょっともうしもいんだけど、やめてくんない？本当に。ペーパーマリア、そういうゲームじゃねえから。あ、セーブポイントだ。うらっ、あっちゃった。こちらで、これはうらっ、あ、ここか。ほらよ、はっはっは。調べる。この先立ち入り禁止、迷子のた、ああ、なるほどね。この柵、おい、ばあ、びっくりした。俺、デクジーさんの切った体から疲れたんだ。エコロジーでしょ？全然エコロジーじゃない。え、環境破壊、それは。うら、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 紙ペラ、よく出せ、うら、うら、切り倒されないだけでもありがたいと思え。よし。まあ、これぐらいはあれば十分やろ。うら、ほら、マックス。すい。2回かな。オッケー。よし。うら、出せ、俺やろ。よし。あ、キノピオがいる。あのお顔、なんだか気味が悪いですわ。どこの誰かしら。キノピオだね。キノピオ、お前、デクジーさんの気を切ってたんか。よくないぞ、それは。なんか思ってたのと違うさ。まるでおられてるみたいなお顔ですし。おられてるんですよ。助けてください。うら！あ、出られました。あと、この折られた体をどうにか戻していただけると助かります。泉の中に付け込んでやろうか。あ、ハンマー。ハンマーで叩けばいいの。あ、うら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 。ハンマーで叩けば治るってどういうこと？古いテレビか何かかな。キノピオさん、あんなに折られちゃって一体どうしたの？そうなんです。大変なんです。折り紙の奴らがやってきて。キノピオというキノピオを折ったり、畳んだり、丸めちゃったり、片っ端からめちゃくちゃに。まるでキノピオを目の敵にしてるみたい。キノピオいじめです。そうか。キノピオに人権を、キノピオに自由を。でも木を切ることは良くないと思う。折紙兵がキノピオをいじめている？きっと兄上の仕業ですわ。マリオさん、ひどいことをされているキノピオを見つけたら助けてあげません？いや、それはいいんだけどね。そうです。キノピオを助けるととってもいいことがありますよ。バトル中に Y の長押しで助けたキノピオたちが応援に駆けつけます。Y の長押し。はい。応援は仲間が多いほどよりいいことが起こるので、どんどん助けてくださいね。あ、応援もちろん、コインがかかります。現金なやつらめ。コイン。キノピオさんって意外とちゃっかりしますわね。
ちゃっかりって言うのかな、あれ。がめつくない？でもバトルで応援してもらえるのはとっても心強いですわ。応援にお金がかかるってすごいよね。キルピューさんをいっぱい助けてじゃんじゃん応援してもらいましょう。まあボス戦の時とかちょっとよく見てみたいかな、そういうので。あ、はい、よいしょ。1回かな、1回じゃ足らんかった。はい、 OK。 おい、クリボーおるぞ、グラ。先手一緒。いっぱいいるね。一回だけだね、リング操作はね。 OK。 アクションは何回だ、アクション2回ね。 OK。 じゃあまずマリオブーツで行こうかな。行くぜ。1回、2回、3回、4回、 OK。 次ハンマー、 OK。 タイミングよくな。ハンマー俺苦手だからさ。行こう、行こう、 OK。グレイトか、エクセレントではなかった。てかキノピオ向こうに一人だけいるな。 OK です。ウフッ、なるほど。でこれは、ああ、はいはいはい、123回かな。あ、4回やっちゃった。まあいいでしょ。おいおい、ほっ、 OK。 おお、1000枚ありがたいね。他になんかないかな、テントの中身とかなんかない？ほら、あ、開ける。はい。あ、すい。す、オッケー。寝込み放送なんてルール違反じゃありません？まあそうね、そうかもしれない。あ、なんだこれは。あ、紙っぺらか。ありがたい。よし、じゃあ先に進みましょうか。どう思って。ちょっと休憩。50回復。マリオさんも元気になりました？よかった。折り紙編もいっぱいらしい。私もうマリオさんだけが頼りですわ。またどこかでベンチを見かけたらいっぱい回復してくださいね。ベンチが HP 回復する場所なんだ。へえ。あ、キノピオやん。えいえい、あれ、引っ張る、引っ張って抜き取る、抜き取ってキャンプに来ただけなのに斧にされちゃうなんて。おうのう。えい、えい、あ、ちょっと、え、俺、お前、折り曲げられてるけど、それでいいんか。キャンプ初心者なので火のつけ方がわかりません。火を持ってませんか？ファイヤーフラワーだったらある。なんかこの辺、え、なんかあるよ、あそこ。なんかあるよ。セミ、怖っ。え、怖い。キノピオだった。短い衣装を嘆いていましたが、元に戻れて一安心です。お前、折り紙だったの？え？怖っ？え？なんかのコレクションかと思ったらキノピオだった。怖っ。そい！オッケー。キノピオ割といるな。あー、2回操作しないとダメだね、これ。よいしょ。はい。はい。はい、オッケー。まあ、マリオのブーツだけでいけるでしょう。タイミングよくな。1回、2回、3回、4回。なんか、最初のやつ、ちょっとタイミング早かったな。もう一回、いきます。1回、2回、3回、4回。なんか2回ずれてた。まあ、いいでしょう。倒せればよし。いいね。早くボス戦とか体験したいね。すい、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 オッケー。はいはいはい。あー、たくさんだ、ありがたいね。うらうら、あー、普通に当たっちゃった。はいはいはい、ハンマーとあれだね、ブーツですね。わかりやすいなこれ。待って待って待って、こうして、はいはい、オッケー。まずはブーツ。1回、2回、3回、4回、オッケー。ハンマーね、はい。よーく見て、オッケー。よし。
コインめっちゃ大量に手に入ってるけど、いいのかね、この調子で。オッケー。うら、ここにもいるじゃん。ちょっと見づらいけど。引っ張りと思ったらまさかの叩き。いや、さすがマリオさん。まあ、別に草があったから叩いただけの話なんですけど。あ、なんかここにもいるよ。引っ張る。オッケー。ありがとうございます。しっかり折り目がついちゃって戻りません。これもう戻らないレベルなんだ。叩いても戻らないのね。で、この家は何ですか？あ、なんか向こう側にも、あ、ほら。オッケー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 。喋る友達が誰もいなくて寂しかったです。マリオさんの友達の中から X でヒントを引けるんですね。羨ましいです。え、割とキノピオいるね。こんな調子でキノピオめっちゃ出んの？わあ、ここに住んでるキノピオはどこか遠くへ出かけてしばらく帰らないみたいだよ。なるほど。あ、待って、ここあれだ。ペラペラだ。まだかな？結構必要じゃないこれ。オッケー。おお、すごい、すごい、すごい。おお、すごい。で、これはハンマーかな？オッケー、オッケー。こういうことか。なんか奥にあったりしね。さすがにないか。で、なんかさっき出たよね、今ね。情報。地図。デクの山。スカスカな修復率 100% いきましたね。紙っぺらをもうこれ以上集める必要ないかな。お宝発見率。多分これ3分の2だね。あと1個あるはず。アテナブロック回収もまだ半分しかいってない。キノピオ救出も全然ですね。まだまだあるのかな。これ、あ、見つけちゃったね。いや、だってここなんか下にさ、正方形切り抜かれてるからさ、そういうことなのかなって思うじゃん。キノピオのキャンプ場か、これ。なるほどね。これもまたデクの木で作られたんだろう。焼こう食べよう、うまい。キノピオーズバーベキューガーデン。薪に天然木 100% 使用。なるほど。そのためだけに作られた場所なの？それはちょっとデクも怒るわ。キノピオタウン。はい。じゃあ、行きましょうか。キノピオタウン、到着した感じですね。一応、ペラペラと。本当はね、まだデクの山に何かあるの？ああ、何？ペラペラ発見。イベント戦か。ペラペラ捕まえろ。多そうだな。もしかして4回ウェーブあるのかな。おっと、前後したぞ。あれ、あら、クリボーなんてちょろいですわ。さっさと一時に成立させてジャンプ攻撃しちゃいましょう。できる感じじゃないけどね今。あれ、マリオさん何かおかしいです。これリングいくら回してもはぐれたクリボー一列に揃わなくないですか。うん、私目が回ってきちゃった。どうしましょう。何かリング回転とは別のやり方があったような、なかったような。うん、なかったようでありました。あ、あったんか。スライドですわ。はい、リングを回すんじゃなくて列を縦にスライドさせちゃう大胆な技ですわ。あー、 LR を押して リング操作をスライドに切り替えます。はい、切り替え完了。動かすとリングから縦の列に変わりました。はい、スライドモードですわ。L で動かす列を選んで A で決定ですわ。決定して、はい。で、スライド。上下にスライドさせて A で決定。こうね。はい。ナイススライドです。じゃあ、物理やっちゃいましょう。いくぜー。1回、2回、3回、4回、OK です。あ、ラストウェーブね。はい。またスライドかな？ 2 回スライドですね。マヨさん、ラストウェーブもまたまたリング回転じゃダメっぽいです。ここもさっき覚えたスライドで整列させたらいいのかも。オッケー。はい、オッケー。まあ、この手のものだったら全然問題ないかな。いきまーす。1回、2回、3回、4回、オッケー。はい、ありがとうございました。オッケー、紙っぺらも大量に手に入った。お前はペラペラクリボーやないか。助かった。あいつら俺たちを捕まえてどこかへさらおうとしたんだ。あれ本当にクリボー？なんかやたらとカクカクだったな。マリオに助けてもらわれてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど、同じペラペラ同士、これからは何かあったらお互い助け合っていこうな。調子がいいな。
おいみんな、カクガクがいたら危ないからみんなまとまって帰ろうぜ。あ、カビ玉になって帰るやつや。アニュやペラペラの人を捕まえてたくさんの折り紙兵を作り出しているみたいですわ。このままじゃあちこち折り紙兵だらけになっちゃいそう。うん、いて、よし、こんなもんかな。どっかセーブポイントないかな。そろそろセーブして終わりたいよ、時間帯的にね。えい、叩いて何か落ちてきたりしないかな。あ、でも、落ちちゃった。ダメージ受けるんだ。なるほどね。2回かな。あ、2回じゃねえ。オッケー。よし。お、オッケー。いや、コイン俺でも全然使わないけどな。お、お、はい、オッケーです。この上なんかあったりするかな。あ、いけないか。さすがに。セーブポイントが欲しいけどね。あ、こっちにもなんかあるじゃん。そい。あ、はいはい。紙っぺらね。それは、まあ、嬉しいかな。オッケー。よし。よし、じゃあ先進みましょうか。セーブポイント一応奥にあるしな。なんかでもイベント入りそうだけどな。誰もいないみたい。そう、俺たちが来た時もね、誰もいなかったよ。あ、ベンチ。すでにこの街でも悪さ。あ、お、なんかオリオのシール貼られてるよ。紙でできたハリボテみたいな。お家に入らなくて困ってるのかしら。食べてる。ちょいちょいホラー調なのやめろよ。お家を食べてます。嘘でしょ。バクバクの身の能力者やきっと。ハリボテがあちこちスカスカにしてたらあの食いしん坊。あ、なるほどね。そういうことか。あ、そういうことか。デクを倒したのもこいつか。あ、デクを倒したというかデクを食ったのも。背中に、頭の後ろにアニメ印のシール。またシールかよ。ということはあのハリボテ多分アニメの力で動いてるんですわ。シール剥がせばいいのかな。逆にあのシールが弱点かも。シールを狙って叩けば力が弱まってやっつけられるかもしれません。なるほど。ではまずはセーブかな。えらいや、ハリボテをほっとくの？あー、クソ、セーブさせてもらえねえ。分かって、やれゃいいんだろ。そい！ほら！待って待って、怖い怖い怖い。あ、なるほどね。そういうことか。いて。なるほどね。あ、はいはい。殴り合えと、殴り合えと、殴り合えと。ほら、うら、うら。よし、これでいいだろ。さすがマリオさん。やはりハリボテ兵はアニメのシールが弱点でしたね。覚えておくといいかも。これからどうするんでしたっけ？ピーチ城に向かうんだろう本当は。はいはいはい。あそこね。あそこに見えるのはそうかしら。いかにも お城の門って感じ。他にもハリボテ兵がいるかもしれないから気をつけてくださいましょう。結構いるよ、ハリボテ兵。これさ、直した方がいいのかな。あ、やっぱ回復するね。あ、開くんだ。入ってみる。調べる。キノピオタウンが大変なことになった。私の家を捨てて、うん、私は家を捨てて逃げることにする。ピーチ姫はご無事だろうか。うん、タンス。あ、コインが入ってる。ありがとう。なるほどね。 OK、 よし、じゃあ今度こそセーブして終わりましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。